皆さんこんにちは、のちことのたりさです。クリスマス前の予定はお決まりでしょうか？私は12月の23日に恵比寿クレアートにてのとありさアリサコレクション2016100曲ライブ ×2 アニソンのとソンゆいが独ソンということで100曲お歌を歌うライブというのを2公演行います。で、何を歌うかというと、アニソンで、のとソンっていうのは、私のオリジナルソング、今年は結構6月ぐらいから精力的にソロ活動も頑張っているので、そういった曲も入れていきたいなというのと、で、ゆいが独ソンというのは、私が歌いたい曲をいっぱい歌うんだぞということで、もりもりと今、セットリストを組んで練習をしている最中でございます。で、あなたはアニソンといえば何を思い浮かべますか？私は、スレイヤーズからアニメにどっぷりハマった人なので、スレイヤーズとか、あとガンダムシード世代なんでガンダム系とか、あと今年は、マクロスデルタのね、ライブにも、ちょっと振り付けの先生ということで帯同させていただいたので、そういった曲とかもたくさんたくさん歌っていきたいなと思います。なので、クリスマス、イブイブの予定がまだお決まりでないよという、あなた、ぜひ、恵比寿クレアートにてお待ちしておりますので、遊びに来てください。バイバーイ。以上、のっちことのたりさでした。